皆さんこんにちは。ようこそカップケーキ中毒へ。今回は LINE のキャラクターのケーキポップスデコレーションをご紹介します。 LINE のキャラクターをテーマにしたコラボレーション企画に参加しました。この企画に参加した他のチャンネルの動画も合わせてご覧くださいね。今回必要な材料と道具をご紹介します。発泡スチロールの台、爪楊枝、クッキングシート、空の容器、ケーキポップボールを4つ。別の動画でレシピを紹介しているので説明欄のリンクからご覧ください。ジップロックの袋を3枚、フードペン、なければ黒の着色料、ロリポップ棒、スプーン、マーブルチョコレート、 M&M's でもいいですよ。黄色のキャンディーメルツ、ピンクのキャンディーメルツ、ホワイトチョコレート、そしてミルクチョコレート。では始めましょう。はじめに全部のケーキポップボールにロリポップ棒を刺します。3つはホワイトチョコレート、1つはミルクチョコレートを使って固定します。ロリポップ棒の先端約1センチのところに溶かしたミルクチョコレートをつけたら、ケーキポップボールの底にできた平らな面に刺します。残りの2つのケーキポップボールにはホワイトチョコレートをつけたロリポップ棒を刺してください。最後の1つはジェームスになるので、棒を刺す前にケーキポップボールを手のひらで転がして卵型に形を整えてください。こんな形にできたら、さっきと同じようにホワイトチョコレートを棒につけてケーキポップボールを刺します。クマのブラウンになるミルクチョコレートをつけたケーキポップボールに2つの耳をつけます。マーブルにミルクチョコレートをつけて半分埋まるまでケーキポップボールに刺します。耳をつけるとき、ケーキポップを支えていてください。チョコレートはここで接着剤の役割をしてくれます。明るいピンク色のキャンディーメルツを少しジップロックの袋に入れ、1つの角に集めます。その角をハサミかナイフで切って絞り袋を作ります。小さめに切っておいた方が作業しやすいと思います。ウサギのコニーの耳と口をクッキングシートの上に絞り出します。耳はケーキポップに刺す部分も考えて少し長めに作ってくださいね。口には丸っこい三角形を絞り出します。ホワイトチョコレートも同じようにジップロックの袋に入れて角を小さく切って絞り袋を作ります。この絞り袋で先に絞ったピンク色の耳の輪郭を変えてください。クマのブラウンの鼻と口の周りの白い部分も卵型に絞ってください。これらのパーツを乾かしている間にケーキポップのコーティングをします。一番丸いものでムーンを作ります。顔以外髪の毛も耳もないので、一番綺麗な丸のケーキポップを使いましょう。これを溶かしたホワイトチョコレートにつけます。ロリポップ棒を固定している部分が隠れるまでしっかりとチョコレートをつけてください。出したら余分についたチョコレートを落とします。ジェームスの頭にも同じように溶かしたホワイトチョコレートのコーティングをします。できたらこれを発泡スチロールの台に刺して乾かします。そろそろ細かいパーツが乾いた頃だと思います。ではブラウンにも同じようにミルクチョコレートのコーティングをしてください。このチュートリアルを見ればクマとウサギの動物ケーキポップスの作り方がわかりますね。チョコレートを落としているときにケーキポップを回しているのがわかると思いますが、こうすることで耳の形をきれいに保つことができます。全体からチョコレートを落としてください。チョコレートが完全に乾く前にブラウンに口周りの白いパーツをつけます。パーツをひっくり返してクッキングシートと接していた平らな面を正面にして顔の真ん中につけます。最後にウサギのコニーをチョコレートでコーティングします。チョコレートを落としたら耳と口をつけます。さっきと同じように耳と口のパーツはひっくり返して平らな面を正面に向けて固定します。それぞれに顔を描く前に薄ピンク色のチョコレートを作ります。これでキャラクターのほっぺとコニーの口の中を塗ります。ほんの少しピンク色のキャンディーメルツを先に用意しておいた空の容器に入れ、そこにホワイトチョコレートを加えて2つをよく混ぜます。
薄ピンクを作りたいので、ピンク色のキャンディーメルツはほんの少しだけでいいですよ。では顔を描いていきます。キャラクターの絵のリンクを説明欄に載せておきました。絵を見ながらでも、印刷してテンプレートとして使ってもいいので、自分のやりやすい方法で顔を描いてください。私は手本の絵を見ながら描きたいと思います。ではムーンから始めます。フードペンはアメリカラーのものを愛用しています。ものによって時々チョコレートの上に描くと水っぽくなるものがあります。その点アメリカラーのフードペンはチョコレートの上でもしっかり描けるのでおすすめです。顔が描けたので、薄ピンク色のチョコレートでほっぺを描きます。爪楊枝で適量すくって両目のすぐ下に塗ってください。これでムーンの完成です。次はウサギのコニーを仕上げます。はじめに口の中を塗りましょう。爪楊枝で薄ピンク色のチョコレートをすくって口の下半分に塗ります。ほっぺは最後に塗ります。フードペンで口の周りを囲い、鼻と目、眉毛を描いたら、最後の仕上げに薄ピンク色のほっぺを塗って、これでコニーの完成です。さて次はクマのブラウンです。フードペンで鼻を描いて逆さまの Y を描いたら、つぶらな瞳を2つ描いてください。これでブラウンの完成です。最後にジェームスを仕上げますよ。はじめに顔を描いて、その後髪の毛を絞り出します。口から描くと顔全体のバランスが取りやすく、位置も決めやすくなります。下から上に向かって顔を描きます。薄ピンクのほっぺも塗ってください。ここで3枚目のジップロックの袋に溶かした黄色のキャンディーメルツを入れて絞り袋を作ります。これを使って彼の髪の毛を絞り出していきます。髪から作り始めると顔を描くスペースが足りなくなる場合があるので、顔を描いてから髪を作りましょう。髪の毛を一本一本絞り出していきます。頭の上から下まで横も忘れずに全体を覆うように前髪の流れに沿って髪を絞り出していきます。1層目は比較的に雑な仕上がりになるので、その上にもう1層絞ってボリュームを出しながら全体を整えます。特に左側の前髪を厚めに、さらっと流れる綺麗な髪に仕上げてください。この時髪の間から白いケーキポップが見えないように隙間を埋めながら絞ってくださいね。これでジェームスの完成です。これで LINE アプリのキャラクター4人、ムーン、コニー、ブラウン、そしてジェームスのケーキポップスの完成です。このチュートリアルが気に入った方は、ぜひカップケーキ中毒のチャンネル登録をしてください。他にもたくさんのデコレーションを紹介しています。こちらがコラボ企画に参加したチャンネルがそれぞれ作った LINE キャラクターのお菓子です。説明欄に再生リストのリンクを載せておくので、そちらからご覧ください。どのチャンネルも力作揃いですよ。お楽しみいただけたでしょうか。カップケーキ中毒をご覧いただきありがとうございました。